ご視聴ありがとうございます。シンガーソングライターのパクユーです。先日購入したこちら、iPhone 11 Pro。僕 iPhone は 3G の頃から10年以上もうこう機種変更を繰り返して使い続けているんですけれども、もともとは、裸族、裸派、ケース何もつけない派だったんですが、どんどんね、この iPhone のサイズが大きくなるにつれて、手に収まりにくくなって、どうしてもポロポロ落としてしまうことが増えてきたので、最近は、ケースをつけて使っています。まあ、この iPhone 11 Pro、裏面の、加工っていうのがちょっと変わって、まあ、以前の iPhone X よりも、手に馴染みやすくはなったんですけれども、それでもやっぱちょっと落として傷ついてしまうのはちょっと怖いので、ケースを買いました。で今回買ったケースがこちらでございます。じゃん、リンケっていうんですかね、これ読み方ちょっとわかんないんですけど、シンプリシティ・イズ・ザ・アルティメット・ソフィスティケーションって書いてありますね。ミリタリー・グレード・プロテクションなんつって、めちゃくちゃ頑丈だよっていうのを結構アピールされてました。でこれ値段が1000円しないぐらいのめちゃくちゃ安いものなんですけれども、僕最近は、まずは、iPhone 新しいものを購入したら透明でなるべく薄い、まあ一番こうプレーンなケースを買って、しばらく本体色っていうのを楽しんで、それから、またちょっと別のケースに、乗り換えていくみたいな感じでやってます。で、今回は、こちらのケースをちょっと Amazon で買ってみたんですが、気になることにですね、Amazon の、カスタマーレビューが星一つだったんですよ。見た目悪くなさそうなんだけど、なんで星一つなのかなっていうところで、ちょっとこちら実際に、装着してみて、星一つの理由は何なのか、このリンケっていうケースどうなのかっていうのを、見ていきたいと思います。それでは、開封していきましょう。ここに切れ目がもう入ってて、ここからピーッと、開けられます。で、材質としてはちょっとこう弾力のある、そういったケースですね。なんですけれども、まあ、そこまでグニャグニャじゃないっていう感じですね。これはリムーブ、プロテクションフィルムということで、ケースに最初フィルムが貼ってあって、使うときこれ剥がしてねっていうことですね。見た目これ伝わるか分かんないんですけど、結構ね、今このフィルムの表面っていうのはね、汚いです。細かい傷がたくさんついてます。リムーブアウトサイドフィルム。Use the corner of case to peel off protective film。 まあ、この保護フィルムを剥がしてくださいねっていうことが書いてありまして。で、1、2と。で、リムーブインサイドフィルム。インサイドにもフィルムがあるんだ。なるほど。まあ、あとは、iPhone にガチャッとつけてくださいねってことだと思います。なので、まず内側のフィルムから、剥がしていきましょう。剥がしにくい。あ、剥がれた剥がれた。まあ低評価がつくポイントとすれば、この、フィルムですかね。この装着感がどうかってとこですね。よいしょ。特に問題はないですね。それでは、外側のフィルムも剥がしていきます。よいしょ。あ、綺麗。ピカピカです。で、僕、このケースを購入した決め手っていうのが見えますでしょうか。四つ角がちょっとこんもりしてて、こんな風に、テーブルなんかに置いても画面が直接、地面に触れないよっていう、そういう作りになってるんですね。で、カメラの周辺のここどうかっていうところなんですけど、しっかりと、カメラのレンズがこう収まるような、形になってますね。これでこっち向きに iPhone を置いた時も、カメラのレンズが、地面にくっつかないと、擦れてしまうことがないということになります。今のところ、商品のレビューで、星一つをつけたくなるような欠陥っていうのは見当たりません。で、こうね、端子の部分も割と大きめに穴開いてますし、あとは何だろうな。
一応ね、ストラップホールもついてるんです、このケース。まあ、僕、ストラップ使うことないですけれども、ストラップつけたいという人は、こういうケースいいですよね。まあ、強いて、言うならば、保護力っていうのが高い、プロテクションっていうのを結構押してるケースなので、結構ごついっすね。分厚いです。なので、手に持った感じ、一回り大きくなったっていう、感じはします。まあでもしょうがないですよね。しばらくはこのケース使って、またちょっと飽きてきたら、別のケース、探して、交換してみようかなというふうに思います。いかがでしたでしょうか？まあ高い買い物ではないので、失敗したら失敗したでいいやっていう感じで買ってみたんですけれども、レビュー星一つ。がつくような、悪い商品ではなかったです。一応説明欄にあの商品のリンク貼っておきますので、ぜひ、気になる方はチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメント、チャンネル登録、高評価、シェア、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。また明日。